あ、お疲れっす。お、いや、今日の晩ご飯作ってます。そう、はい。何？今日パスタ味は、まあ、ミートソースでやったらこがよだるたらこ、ちょっとすみません、切らしてて。カニだらるまだ飯いらんすか。はい、1時間半ぐらいだる。はい、 OK です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。サンキュー。もらえたほうがいい。あ、水いらん。え、今買ってきて大丈夫ですか。あ、ない今ないっす。まだいらん。だるだるだる。食うとこは返して。ちょっと水いらんし、俺。あ、食うててよ。はい、いただきます。ちょっと気象すぎやろ。どうぞ。はい、急ぎよ、食い終わんで。なる。楽しいやろ。何すんなに。キショ、なんか笑顔気にしてくれてた。どんな病じゃない。そうなの。あいつだけやからな、あんな言うてんの。マジで。しかも、なんだ機嫌悪いの。いや、あいつあれじゃん。昨日の練習試合、発表の時に、あいつが選ばれへんとか。ほけっつ！言うて、あんないつも通りやからな、あいつ。違う。毎回やん。失礼しました。マジで。行くぞ。待って。あ、お疲れ様です。お願いします。いや、先輩の洗濯、あれして、今からの洗濯回そうと思ってます。どうした？はい。ああ。もう置いといて、あとやるから。なんで？え？いや。謎やが置いといて。なんで？いや、なんですか？は？僕やります。一の仕事なの。いや、いいよ。自分でやるし。なんで？いや、なんやねん。こびってくんねや、お前。こうやってさ、面と向かった時だけ。え？こういう時だけなんか僕やりますってこびってくる。きしょいね、マジ正直言って。いや、なんですか？ええって。いや、マジで。かけてぐちぐちやるとうっとうしいっす、それで。あれだる。はよ行け。はい。そこの掃除やばい。おはよう。すいません。すいません、ちゃうねん。いや、すいません、何？すいません、すいません、ちゃうねんって。いや、これやん。これが結果や。変わりましたとかええねん、もう。今さら。一年の仕事。いや、だからさ、お前さ、俺が言うたら陰でぐちぐち文句言って、ぐちってしょうもない、陰口叩いて、言わんかったらできひんやん。なあ。すいません。何を偉そうにぐちったり、女で。もうすぐこれ結果や。できてひんやん、一年の仕事。ちゃう？しょうもない。どっか行けよ、お前。何やねん、お前。その目つき。何？じゃあ、僕も一個いいですか。うん。言いたいこと誰だよ。ちょ、言いますね。うん。何なんすか。確かに今回この仕事に関しては僕がミスりましたよ。僕が。けど先輩完璧にできてるんすか？自分の仕事は。はぁ？これに関しては僕が悪いっす。確かに。うん。それはほんまに申し訳ないっす。うん。でも先輩はできてるんすか？自分の仕事。できてるんすか？それ聞いてます。まあ、できてるんすか？できてるね。できてないっすよ。じゃあ昨日の練習前に、練習安全管理チェックシート、やりました？書きました？あれ先輩の仕事っすよね。は？いや、やってないじゃないっすか。あれ僕やったんすよ。先輩やってないな、思って。代わりに。書いたから。いや、書いてないです。じゃあなんで僕が書いたんですか。そんな嘘つくわけないじゃないですか。先輩が書いてないから僕が書いたんですよ。あれやらんかったら監督に怒られますよね。先輩怒られとったんですよ。って書いたって。いや、書いてない言うてるじゃないですか。いちいちそれでね、僕ら一年のやつミスだったらなんかガー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 言うて、自分のミスは棚に上げて。で、それ以外の先輩できてないことめっちゃあるんですよ。
何個もあります。ただ僕らそれは、いや何が意味がわからんすか、あるじゃないですか、めちゃくちゃ。図星じゃないですか。それもできてなくて僕らチームなんでやっぱカバーしちゃっていくっていうことで言わんようにしてるだけじゃないですか。言ってんの、それやのに。管理シートもやってないくせに。2年の仕事も完璧にできてないじゃないですか。何なんですか。いや、今話してるんですよ。監督。はい、もしもし。もしもし、はい。お疲れ様です。大丈夫です。はい。え？いや、書きましたよ。いや、僕、書きました。書きましたよ。え、いや、チェック、安全管理もしたし、ピッチングマシーンも異常なかったんで、チェックしたんですけど。はい。はい。はい。失礼します。お前やってくれたらないやねん、そのやり方。は？何がっすか？書かれてない。いや、僕書きましたって。お前が消したんちゃうんか。いや、そんな意味あることします？先輩が書いてないから僕書いたんですよ。え、なんて言われたんですか、結局。何も書かれてなくて俺から明日来い言われてんねん。お前が消したんやろ。いや、僕消してませんって。なんで僕がやるんすか？誰かが2回も消そうのあんねんで。いや、だからそんなそいつおる。いや、知らないじゃないですか。僕は書いてないんですよ、先輩。お前が仕返して消したんちゃうん。そんなしょうもない。一時そんなしょうもないことします、先輩は。じゃあ誰が消してんと思う。知らないっす。先輩のあれと思ったら僕やってんの。そうか、なんで俺が切られなあかんねん。誰やねん、消した。はい、お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 なる。はい、ギュラー1名。はい、はい、エリザー先輩、またサボるんか。めちゃくちゃ野球うまいのに。あの人おったらもっとチーム強くなるよな。そうやな。1年にとっては初めての冬になります。明日からの冬トレ第1クールは、まあ2年以上は知ってると思うけど、めちゃくちゃ地獄です。第2クールはもっと地獄です。ただ一番地獄なのは冬トレ終わりのミーティングでの監督の親父ギャグです。あれ実質第3クールやと思うわ。俺はお前らと日本一になりたい。日本一になれない地獄以外ならその他全部の地獄をお前らと一緒に走り抜きたいです。信じてついてきてください。よろしくお願いします。ハザキ、大丈夫か。ああ、大丈夫、ありがとう。ういあ、おはようございます。お前ら、どこも痛くない？はい、大丈夫です。追い込むのいいけど、そんな無理せんでいいから。でも、長谷部さんのあのスピーチ聞いたら頑張らないとあかんなって。ないや、ほんまに。なあ、うん、うん。おや、ハザキ。あ、自主連絡やんな。いや、ちょっと今日はやめとくわ。え、そうなん。うん、どこ痛い？いや、あの、そういうわけじゃないけど、いや、今日はやめとくわ。そっか、オッケー。おや、野崎。うん、昨日の夜自主練習の時何にしよった？いや、結局何もしてなかった。
あれ、尾崎は？あ、尾崎、それ芹沢先輩となんか喋ってた。あ、そうなの。うん。おや？今日の練習マジきつかったっすね。いやマジでよかったな。いやでも今日監督のマジギャグやばなかったっすか。いやマジでやばかった。やばかったっすね。いつもより長いからなマジで。ほんまエグすぎるって。マズルさんスピーチ言ってるじゃないですか。おいやあの日本一なのが一番地獄って。絶対オジェルの地獄っすよ。おい俺のスピーチいじんなお前。マジきついっすもん、ほんまに。いや、お前それはちゃうやで。お前が長谷部さんのスピーチいじるまで違うやん。違う？え、冗談っすよ。冗談やで。そうでしょう、大丈夫か。すいません、いやいや、なんでもないっす。おう怒ってんの？え、怒ってない、怒ってない。なんなん急に。いや、みんな練習しんどいねって。いや、分かってるって。まあ、悪かったって。ごめんって。いや、みんな楽しくやろうとしてんねんって。いや、分かってるから。しんどいのお前だけちゃうで。お前笑かん。え？なんで？なんでもない。いや、何か言うよ。なんでもないって。いや、気になるよ、なんやねん。いや、ミスって、ミスった。いや、ミスったじゃなんか言ってたやんけ。もうええって。いや、なんなん言えよ。なんなん。いや、なに。いや、もうええって。おい。おい、もうしつこいって、なんもないって。いや、言ってたから何か言えよ、別に。いや、でももうええから別に、ミスったっつってん。なんなん、お前。ミスってん、お前がうるさいだけやん。いやいやいや、それなんか多分練習しんどすぎて頭おかしなってると思ってた、お前。なあ。いや、あいつさ、やめとけ。おい、一回にしろよ。なあ、お前はさ、サボってて楽やからええよな。なあ、なんか言えよお前。おい、お前らええかい。お前らその辺にしろこうか。っていうことは、その頃から細川さんはレギュラーやったってことですか。あ、そうやで。へえ、かっこいいな。いや、かっこいいか。え、いや、なんやろ、あいつ。うん、まあまあまあ、ちょっと監督にコビンの上手いとこあるから、コビでなんかレギュラー取ってるなって感じあるよな。そうか。結構上手いやろ。え、そう。え、なんてやろ。いや見られて。補欠が言っても説得力がない。全然ないですから。なあ、勇気。いや。あ、でも勇気も下手やもんな。お前先輩、ここに未来の補欠いますよ。おい、丸山！お前ちょっと怖い。もうちょっと来い。なんですか。すみません。もうちょい来いって。僕なんか今。ええから早く来いって。先輩ら待ってんねんって。早く来いってお前。すみません。全然。すみません。ゆきもごめんな。でも早く来いって。頑張って、じゃあなんであの態度になるの部屋で。勇気に対しても、おます先輩に対しても言わなあかんことか。なんか言えて。一線越えていいか悪いかで自分で考えたらわからん。はい。はいって返事だけやん、お前。はい。
おい、ちょうどよかった。なんか暇？暇やろ、どうせ。あ、ちょ、悪いねんけどさ、ちょうどジュースありで。なる。あ、ジュース。はん。何やろ。あの、コンビニ。あ、はい。センス。なる、なる。これ間違えたらお前結構大事やで。はい。尾崎。はい。ちょっとグラウンドにさ、はい、グローブ忘れてんか。あ、はい。取りぐらい。なる。その後磨いてほしい。なる。わかりました。俺の肩崩すなよ。はい。オッケー。はい。あ、ほんで、お前、はい、うん、お前アクアパッド作って。なるなるなる。アクアパッド。うん、冷蔵庫にあるものだけで、シェフ顔負けのやつ。なるなる。いける？頼むで。ありがとう、頼むで。はい。いいっす。どうだ？はい。部屋掃除しといて。なる。部屋ですか？結構散らかってるよ今。ああ、まあ、ちょっと僕自主練行くんで帰ってきてからでもいいですかね。そっち後ででいいやん。なる。今帰ってたらあと30分後巡航使うんで、あとちょっとしかないんですよ。ちょ、もうええで、マジで。なる。いや、もうオフの日ぐらいさ、ええやん自主練とか。なる。マジマジマジで散らかってるから先行って。休みの日ぐらいゆっくりさせよな。キッシュ。もうあれ？あ、終わります。はい。ちょ、もうどんだけ食んねんお前ら。マジで何僕も一個いいですか？は？僕らね、1年生にも休日予定ってもんがあるんすよ。先輩ね、なんか予定が何崩れたか知らないっすけど、僕らそのせいで、なんで先輩のせいで僕らの予定まで崩さなあかんのっすか？関係ないんすよ。なんかジュース買いに行けとか、グローブ忘れとか取りに行けとか、飯作れとか、全部自分でできるじゃないですか。なんでそれも一年生の仕事なんですか？先輩のせいでみんな予定崩れてるんですよ。僕も自主練行こう思っても、そのせいで、自主練もできませんし、挑戦もできませんし、俺は全員先輩はっきり言いますわ。もう迷惑してるんですよ、マジで。ほんまに。なんなんすか？なんか言ってくださいよ。いや、要は、ほんなん分かった。なる。なんすか？いや、分かったって。え、何が分かったんすか？もう、だから言わんやん、そういろいろ。何が？え、それでやろう。なる。分かったって。何、まだ腹ちゃうんだよ。いや、なんもないっす。失礼しました。なる。はい、おいおい、膝に手置くね。なる。はい、立て立て立て。よかったの、一年坊主。先輩方が優しくて。こいつめー。次、追い込みノックです。なる。よし。はい、よいしょ。はい。なる。はいはい、もういらない、そんなパフォーマンスは。はい。はい。お前のノックです。いや。もう、なやつの目。いや、やらへん、お前、なんや、その目。喧嘩落ちるんか、お前。さっきのノックでもない、言うとったの。ああ、喧嘩落ちるんか。うざいな、お前、マジで。
自分の機嫌で朝から急に切れ出すし、今日も朝から新メニューある言うから僕ら集まってなきゃ来ないじゃないですか。で、謝りもせずに明日からまた朝練来いって、そんな納得いかんでしょ。謝らないんだら僕行かないんで。何言うちょるんだお前。ヘルメットのせいにして、それしか言えんのか。しょなる、解放エクステンション。